エイダン・ターナーはアイルランドの俳優。BBC2 で放送されたテレビドラマデスパレート・ロマンティックスのダンテ・ゲーブリエル・ロセッティ役やビーイング・ヒューマンのジョン・ミッチェル役で知られるアイルランド・サウス・ダブリン出身。映像業界に関わりを持つようになったのは16歳の時にタラにある映画館で働いている頃からであった。2004年にアイルランドの演劇学校を卒業。 2007年にドラマシリーズ、ザ・トゥーダース背徳の王冠にゲスト出演し、テレビドラマデビュー。その後、デスパレート・ロマンティックスで19世紀の詩人、ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティを演じた。2008年から2009年にかけて、ザ・クリニックに、ルアリー・マ・ゴー・ワン役で出演。2009年からは、SF ドラマ、ビーイング・ヒューマンに、主人公の一人であるジョン・ミッチェルとして、レギュラー出演した。 2012年より公開されるピーター・ジャクソン監督作ホビットでは旅の仲間でドワーフの一人ギーリーを演じるありがとうございます